そう。テンションもぎもぎ古いそうです。マークです。はい、ということで今回ですね、ノルノンをディズニーランドに迎えに行く日の一日なんですけども、私も行こうかな。これみんなに家まで送ってあげるよ。オープニング、モンカちゃんと一緒にお届けしてるのはですね、ちょっと夢でいろいろありまして、来てます。で、ここからはですね、もう別行動なので、ご視聴ありがとうございました。あ、結構早いんだ。全然来てもらってもいいです。うちの車乗って、行って宿題やんなきゃ。あ、私これ持ったんですよちなみに今夏休みです。思い出させないでかないさよなら。はい、ということで着きました。私は車で爆睡してたのでいい感じなんですけども、まだね、のんちゃん出てくるまで時間があるので、エクスペアリを見ながら遊んでいきたいと思います。超久々のエクスペアリ、ボンボヤージも行きます。はい、ということでボンボヤージュに行っていきたいと思います。ということで買ってきました。お菓子をね、1点買ったんですけども、エクスペアリで夜ご飯食べに行きます。はい、ということで注文しました。ということでですね、今エクスピアリから移動して東京ディズニーランドの方に向かっております。向かい合うとタダで入れます。今から向かいに行くんですけども、去年の青と黒の方でなんですよ。マインクラフト、
にはポップコーンが入ってたので、帰り食べたいと思います。マジ、マジで鬼買い物したんだけど、見てディズニーのお土産紹介の時に紹介する。おいいね。で、本当はね、ベイソンのキーホルダーがあったんだけど1900円で全然買えたんだけど、ちょっと今日お金使いすぎてヤバかったんで諦めました。それじゃ、車へ。ありがとうございます。すいません、駐車場の前にちょっとディズニー感あるやつ。ごめんね、入れなくて悲しいよね、悲しいよね。こちら乗った？乗りませんでした。マスクウェイン号、ウエスタンランド。そう、ウエスタンランドで隣が、はい、宝トミーから出ているんですね、ビッグサンダーマウンテン。今回2回乗りました。余裕ぶっこい。え、これ違うかな。宝トミー、宝トミー、ウエスタンリバーテストじゃないの？本当だね、ウエスタンリバー鉄道でした。君今日行ったでしょ、ね。ちなみにウエスタンリバー鉄道は乗りました。ゆっくりこれカリブの海を乗った乗りました。5分待ち、1回しか乗りませんでした。で、こちらなんですけれども、カントリーベア子なんですけれども、今日ですね、カントリーベアのぬいぐるみ買いました。はい、ウケる。グッチ、グッチと一緒に出てきたんですけど、これです。かわいい。で、これ後ろさ、小さいマスコットのお腹を掴むと音が鳴るって書いてあるから、なんか音楽流れるのかなと思ったらこちらの詳しくは購入品紹介で紹介します。はい、ということで今から家に帰りたいと思います。じゃあ、東京ディズニーリゾートよりお知らせいたします。オージュナランとトーゴノです。今見ていただいた日は爆睡しちゃったんですけれども、次の日ね、私はディズニー行った後にサンリオピューロランドに行かせていただいたんですけれども、ナランのディズニー動画はですね、ちょっとアフレコでやろうかなって考えてるんですけれども、なんとですね、約5本になりそうです。ディズニー動画、久しぶりのディズニー動画で。そんなに撮ったの？そう、びっくりでしょ。私もびっくりなんだけど、前日準備動画、朝のモーニングルーティーンプラスディズニーでの様子にしようと思ったんだけど、ディズニーでの様子かなり長かったので、朝のモーニングルーティーンの動画1本で、ディズニーで1本で、お土産で1本、コーデで1本、5本です。で、今日のほのぼのね、迎えも入れてくれたら6本。ディズニー超動画撮れちゃう。なのでですね、サンリオの動画もまた上がるんですよね。はい、近々上がります。ももかちゃんの方でもももかちゃん編集の動画が上がる。ももかちゃん編集で、初だよね、ももかちゃん編集は。あ、うちらが出るのはね。そう、そう、うちめっちゃ好きなのがさ、友達呼んでさ、家でパーティーやるやつとか、もう超面白いの。基本的にももかちゃん友達と撮ってるやつ編集してるよね、自分で。めっちゃ面白かった。ということで、まずはですね、ももかちゃん沖縄に行ってきたということで、沖縄でのね、お土産をいただきまして、そちらちょっとご紹介したいと思います。迎えに来てくれた日、これね、この日ももかちゃんと撮影で会ってるんですよ。その時にいただいちゃったみたいで、ありがとうございます。ありがとうございます。入ってる。そう、これめっちゃ美味しそうと思った、じゃあいいですか、紹介して、はい、沖縄と言ったらこちら、黒糖プレッツェルの黒糖、沖縄限定でございます。めっちゃ美味しそう。これ沖縄うちら行ったことないよね。ない。水族館大好きでさ、チュラウミチュラウミ行ってたんだけど、結局行けなかったっていう。続いてこちら、これめっちゃ美味しそう、天使の羽根梅味でございます。食べても音が出ないチップス。のんちゃん梅好きじゃん、はい、だからっていうので買っていただいて。これ絶対美味しい。開けますよ。すみません、天使の羽根がまずわからないからさ、こんな感じ。おお、すごいでかいわ。めっちゃ美味しそうな匂いする。はい、こちらです。いただきます。うん、めっちゃ美味しい。コーンかな。え、でも梅の味もほんのりするじゃん。梅の味強めで、コーンの味ヘルシーな気がする。え、すごくないこれ。これいいね。見ないもんね、東京。初めましてだよ。売ってるかな、物産店。これ秒でなくなるね。そして、ルルン。ルルン！沖縄限定のシークワーサーの香りとアセロラの香り、ルルルンです。私、シークワーサー大好き。柑橘系が好きなんで。うちら結構パックするからね。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでですね、ここからノエノのディズニー動画が上がる前に、感想を聞きながら、ボンボンがボンベヤージで買ってきたものを食べたいと思います。焼肉トラジに行ったのね。はいはい、とりあえずまずお土産。トラジで？出たー。お通しみたいなやつ。これ、回せなくていいの？あともう一個あるよ。はい。パパと行ったから。これもらって帰って
っていいのかよって。あとこれガム、お聞き直しの最後レジの横にあるやつ。なんでそれ持って帰ってくるの。でですね、あの最後にさアイスもらえんじゃん、あれ当たり付きらしくって。お当たったの。え見て、すごい。もう一個ちょっと辛そうだったからこっちにしたんだけど、辛いの普通に220円ぐらいで売ってて。マジだから得した。すごい。そう最後アイス当たり付きなんだよあれ。コナちゃんほんと運持ってるね、うん、この前3人くじ引いたんだけど、ウルルルがウルルルしてコナちゃん最後に、すごくない。ほぼ言ったようなものなんですけど、この人すごい運持ってる。じゃあそして、はい、今回買ったものはじゃーん、こちら。あー C ね、20周年のやつか、うん、ボンボヤージュって C のグッズ持ってるんだ。これさすがに何度でも買えなかったわ。ちなみにノルノが行ったのは高校の同級生の友達と先輩と一緒に行ったんだけれども、うん、先輩がなんと C に3日前ぐらいに行ってて、 C ランドめちゃめちゃ満喫されてました。夏休み、うん、いいね。そういえばさ夏休みうち行ってないね。毎年行ってるからさ、まあ、本来はまあ誕生日とかに誘おうかなと思ったんですけど、私たち完全ダウンしてたんで入ってすぐ、私あのピンピンしてたんですけども、彼女がダウンしてて、はい、家族がみんなダウンって感じだったので、どこにも行けず誕生日はお家で祝っていただいたんですけども、でディズニーエピソードいっぱい話したら私と、うん、これ食べながらね。はい、ちなみに400円だって。他にも味があったの。これえなんかさぬいぐるみとかは買わなかったの。この子はちょっとトミカで迷いまして、マーメイドラグーンの小横のジェットコースター、うん、それのトミカが売ってた、ね、え待って、ジェットコースターのトミカ、うん、え待って待って待って、ちょっと待って、買えってお前値段的に買えってばよ。買わなくて C 行ってないじゃん。私今回ランド行ったら分かったじゃん、なんで買ってないの。ちょっと待って、そうディズニーの乗り物が大好きでめっちゃ集めてんの。のんちゃんが行ったら多分買ってたけど、あれ C 限定なの、うん、え待って買えよボンボヤージュもう入れるんだね。誰でもそう、どれも入れた。中身紹介します。はいどうぞ。せーの、はい、ありがとうございます。あーちっちゃいバームクーヘン、うん、2個ね種類があるの。ホワイトチョコなのかな、横のチョコが違う。で美味しそう、キャラメルとホワイトチョコレート味。こちら20周年限定の分だったのでキャラメルだったんですけども、普通のやつはチョコだった。なんでキャラメルが20周年限定だと思う。そうなんだ、普通に売ってるんだこれ。そう、私はホワイトチョコ食べながらのんちゃんの話を聞くね。なんでキャラメル食べる。今回は本当私も久しぶりに行ったの。基本的に夏と冬に行くことが多いんだけど、うん、冬行きたいな。カウントダウンしたい。申し込むとき基本的に申し込んでんだけど当たんないっていう感じ。申し込むのがすらできないっていう。そう、もうアクセス集中しちゃって、うん、抽選だから。今年初多分そうだと思うんだけど、なんかやっぱコロナ禍でさなかなかディズニー行きづらい状況だったから行けてなかったのよ、昔に比べて頻繁にね、うん、やっぱりテンションめっちゃ上がったし、ホロちゃんと行くってなったら基本的に C に行くのよ。タワーホテルが好きだから。しかももうやっぱ絶叫系と楽しみたいベイビー系と分かれるから、うんうん、一応別行動っていうのは多いよね、うんうん、でなんか夜遊ぶみたいな、うん、でもさ前回4人で行ったディズニーさ一緒に回ってない。いつ行ったランド。結構前、もう全然覚えてないです。こんな感じでうちが多分もう絶叫系が絶叫系じゃなさすぎて、あーいいやってなって、ほとんど一緒に回ったわ。スプラッシュマウンテンの乗り口が言われてる。そう、結構ネタバレになっちゃうんだけど、私ランドの乗り物は基本的に乗れるんだけど、唯一乗れないのが一つだけあってスプラッシュマウンテンなのね、うん、スプラッシュは G かかるのが苦手で、うん、スペースマウンテン大好きなんだけど、それをね G かからないでただ速いだけっていうのが大好きで、ビッグサンダーも好きなのは G かからないでただ速いだけ、うん、でもスプラッシュはめっちゃ内容好きだしアトラクションとしてはもう大好きなんだけれども、最後落ちるとき G かかるっていうのが苦手で乗れないのね。でも今回行ったのが高校の友達と友達の先輩だったのよ。猫かぶってるとかではないんだけれども、先輩が「ああ師匠スプラッシュ久しぶりに乗りたいわ」「ああいいですね」とか言って「いいですね」とか言って並んでたのよ、うん、途中でさ落ちるところが見えるぐらい40分ぐらい並んだんだけど、外でも並んでたからさ、もう落ちてさみんな「キャー!」ってなってるので、しかも「キャー!」ってなってる時にさ、なんかあんまさスプラッシュって声最後まで出す人少ないじゃん。そう、めちゃめちゃ出す人なんだ。今回あれかコロナだからかな、わかんないけど、なんかその G かかると声出ないじゃん。え、あ、みんなそれなんだと思って怖って思って、なんか並んだ時ちょっと怖くなっちゃって、やばいやばい、これ乗んなきゃダメかな、やばい並んじゃったと思って、どんどんどん中に入ってくるじゃん。で中に入った瞬間私も完全にダメモードに入って、並んでる時が一番なんかダメなタイプで、うん、まだ逃げられるじゃん並んでる時ってさ、やっぱやめるってやっぱやめるってできるじゃん、うん、だからうわやばいこれ
今ならまだ巻き戻せると思って告白したの。告白怖いなみたいなの落ちますよね。落ちるよ。でもその G が楽しいよね。一応さらっとこうちょっと怖いよねっていうのをやって近くなってって、やばい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 と思ってキャストさんもさ、何人ですかって3人ですって言って、あやばいやばいやばいと思って何か多分ネジが外れたのね。やばい怖い怖いよノリでやったらさすがにちょっと引かれて黙っちゃうみたいな。面白すぎる。ののちゃん好きなんだけど、ののちゃんがちょっと一瞬こうシュッたり、こ怖いよー、ほんとにやったの。怖いよーっていうノリを見せたの初めてだったからびっくりして、うん、みたいな感じで。で、結局乗ったんだけれども、マミコもそこまで絶叫得意じゃないの、乗れるけど。そう。マミコさんからスプラッシュマウンテン乗るとき講座を受けまして、ママ曰く、落ちるときに乗り物の中にこう入れば大丈夫だからって言って、景色が見えないから怖くないとかいう感じかなって思ってアドバイス受けたんだけれども、いざ実践してみたらですね、1ミリも G 感じませんでした。すごくない？なのでスプラッシュマウンテン怖い方ですね、本当にもうこれもうマジでやってほしい。めっちゃ下まで潜ってみ、全然怖くないから。あと叫ぶのいいんじゃない。私ねキャストさん聞いたもん、待って叫んでも大丈夫なんですよ。あ、OK です。わあ。私がさこっちディズニー行った時あるじゃん、マジでスプラッシュマウンテン3、4回くらい乗ったの。5分待ち、10分待ちがさずっとなんでさ、立ち乗せの時にそう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 、なんちゃらりいばらのなんちゃらり。車に向かってる時にさ、ののちゃんもうね私スプラッシュマウンテン乗れるよ。ののセントオージャースも乗れちゃうから今度一緒に乗ろうねって言ってたけど、多分別に乗るってなって並んでもやっぱりほんと無理。いやこれマジでなんないです。なるよ。だって毎回さ、なるない、 G かかんなかったの分かったから。違うの、ファストバスをさいつも取るのよ、のんちゃんも乗るっていうからさ。あセンターも分かった。あ知ってるんだけど、いつもの話よ。結局さのんちゃんさどうすんのみたいな、離れてるからさ行くの、あうち待ってるけどって言ったら、やっぱり言ってて、ちょっとパパが乗るみたいなノリが結構多かったんだけど、ないよね次は。絶対ない。うん言ってください動画で。私はセンターオブジアースとスプラッシュマウンテンはとで、あとやっぱりその久しぶりに行ったからっていうのもあるんだけども、ちょっとディズニー満喫めっちゃしたんだけど、また行きたい欲がすごい出てるの、もう今多分ちょっと見えてるでしょオーラみたいなのが、行きたい行きたいみたいなオーラが見えてると、こうなんかこう見えてると思うんだけれども、本当に行きたいからちょっと近いうちにもう一回行きたい。それはそう、もうスペースマウンテンやってなかったの、私の一番大好きなアトラクションが。スプラッシュマウンテンもあとちょっとでさ変わっちゃうじゃん内容が。だからお願いもう一回行こう。本当お金かけないでいい、全然入場とあとご飯だけ食べれればいい。そう私も思うんだよね。なんかさいつもディズニー行くじゃん、多分自分一人とか、まあ、友達と言ったら分かんないけど自分一人だったらマジでご飯屋さん一回も入らないって出てるんだよね。あ乗り物も端から乗るからね。いや乗り物も乗るんだけど、まあ、乗り物たくさん乗ってポップコーンと肉巻きおにぎりとオレンジジュースがあればマジで一日しのげるじゃん。だから痩せそうじゃない？そうか並んでる時に食べればいいんだもんね。そうそうそう。だからさみんなも家族と行く時はさみんなご飯食べたいからさご飯屋行って食べるけど、多分うち一人で行ったらそれないんだろうなとか思いながら。1万円1人1万円ね、でディズニーに行くっていうのはあり、今回9800円、9400円ぐらいで入ったんだけど、だからお金貯めてディズニー行きたい。ご飯屋さん入らないで閉園までちょっと過酷そうだけどさ、楽しそうじゃない？これめっちゃ美味しい。はい、ということで今回ですね、私がウームからのえのんちゃんを舞浜のディズニーランドまで、すいません本当にありがとうございます、お迎えして最後は食べてエピソードいろいろ聞いてみました。はい、ということで今度はほのぼののえのんちゃん2人だけでディズニー行ってほしいなと思った人、グッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします。本当にのえのんちゃんって絶叫系乗れるようになったの？じゃあ C 行ってセンターオブジアス乗ってこいよ、と思っていいと思う。グッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします。で、ももかちゃん本当にありがとうございます。ありがとうございます。まあ、次回のような番組でお会いしましょう。キャンバイバイちゃん。